ポトフの調理手順について説明します。材料を用意します。材料は4人分です。牛すね肉 250g、 玉ねぎ約 200g のもの1個、じゃがいも約 150g のもの1個、人参約 100g のもの1本、セロリ約 80g のもの1本、固形スープ2個、水700から 750ml、 塩コショウ各少々を用意します。牛すね肉は一口大、玉ねぎとじゃがいもは4分の1の大きさに切り、人参は一口大の大きさに乱切りにします。セロリは葉と筋を取って5センチの長さに切っておきます。具材は千切りなど小さく切らないでください。小さいと具材が浮きやすくなり、調圧弁や安全弁を塞いでしまい、食材やお湯が噴き出したり蓋が開いたりして火傷をする恐れがあります。次に固形スープ2個を少量のお湯で溶かし、そこに水を加えてスープを作ります。最後に内釜に下ごしらえした材料とスープを入れます。ジャー炊飯器に内釜をセットし蓋を閉めます。お米ボタンで調理。メニューボタンで煮込みを選び、加熱時間を分ボタンで60から85分に設定して、炊飯ボタンを押します。調理が終わったら塩コショウを加えて味を調えます。器に盛り付けます。煮込みが足りないときは時間を調節して追加加熱してください。